はい、352回目。今日はリリアちゃん。はい、瀬戸リリアです。キリシュボンボンの2人ではなくリリアちゃん単体でギターね、下田先生に習っててね、はい、徐々に気合も入ってきてますよ。はい、頑張ってますね。ラップ機能って最近上げてましたけど、はい、かっこいいですね。 あれラップの歌詞を前もって考えていくタイプなんで、よく見つけるね、あんな単語。そうですね、なんかもう練りに練ってなんとかなりました。手の内明かさなくてもいいねんけど、どういう練り方をするの？言葉は、でもやっぱりそういうこうなんか韻を踏んでくれるサイトみたいなのがあったりするので、なんか使いたいワードは1個は絶対あるので、なんかそこからこう派生してったりとか、その言葉が、検索できるわけや。はい、どれを選ぶかなと。はい、母音からなんか近い言葉を出してくれるのがあるので、なんかそこからこう自分のこう伝えたいとか、その曲の雰囲気に合う歌詞を探したりとか。ということは単語を伝えるっていうのがね、そうですね、面白いよね。今までは文脈があって、でそれを伝えるわけでしょ。はい、そうじゃなしに単語を並べていってですね、それもまあ意味がある単語と、あるのかないのか、そこへなんかその声に出したくなる言葉ってあるじゃないですか。はあ、なるほどね。とかそういうこう、なんか一度聞いたらこう耳に残るこうリズムと言葉って、なんかそういうのがすごいこう大事にしたいというか好きで、こうなんかあんまり意味なかったとしても、なんか耳に残るフレーズってなんかあるじゃないですか。パッと出ないですけど、なんか変な言葉だなみたいな、なんかそういうのでも何でもいいからとりあえずこうなんか耳に残る言葉とリズムをなんか、ボンボンでは大事にしたいなって意識してます。非常に印象深い言葉やねんけど、あれでもやっぱりメロディーとの兼ね合いとかそんなの考えたりする？前後のメロディー、歌詞です。歌、ラップってリズムだけでいっても、ちょっとやっぱり音程を変えたりするでしょ。それは韻の方、言葉のイントネーション、いやもうむしろリズムに気合半分なんか 80% 気合ででももう先にもうメロディー、ほぼメロディーから作っちゃうので、むしろメロディーに寄せた歌詞になりがちです。歌詞がね、気合で寄せますね。英語歌詞と日本語歌詞と、言葉やね。あれの扱いっていうのはなんか自分の中であったりする？でもなんかこう一見、韻踏んでなさそうだけど、実は韻踏んでるみたいな逆張りみたいななんか突っ込まれても言い返せる口実やね。多分性格的になんかちっちゃい頃からちょっと逆張りするなんか性格がやっぱりちょこっとあるので、あえてみたいな。ふとした疑問やけど、韻を踏まなかったらどうなんの？韻踏まなかったら、でもあんまりそういうこう文章チックなのは得意じゃなくて、韻を踏まずにっていうと接続詞とかそういうのも出てくるわけや。こう小説的な。それを無視した言葉の羅列やけど、羅列っていう言い方おかしいけど、意味ある言葉を並べて韻を踏まなかったらどうなんの？どうなんでるの、ね、それがね、はい、韻を踏むっていうのを、はい、すごい当たり前のごとく、はい、みんな喋るでしょ、ラップの話すると、はいはい、そうじゃなしに韻を踏まなかったらどうなのかなとふと思ってね、はい、うん、リズムに乗りにくいんかな、つながりにくいんかな。なんか私はそういうボンボンの曲作りで、そのイントリズムとその言葉のこう気持ち良さが一番ハマるところを意識して作り始めてから、いろんな人の曲聴いてるとなんか、あ、ここで韻踏んでたら気持ちいいのになって、私だったらここ同じ母音で踏みたいみたいな、言葉の流れの気持ち良さか、はい、あ、なんか発音の、はい、英語か日本語でも韻踏んでても変わってくるその母音で、なんか最近はそこの気持ちよさを意識するようになったかもしれないです。韻を踏むっていうよりも、はい、最後の韻ですよね、はい、発声のね、はい、あれを俺気づいたのはやっぱり中学校の時なんですよ。ビートルズ世代なんでね、はい、段階よりは弟世代なんですけど、はい、小学校はビートルズとかあんなの聞いとってね、それでジョン・レノンの歌詞なんかが、はい、その、はい、取り寄せたりするでしょ、はい、ビートルズ大選手とか、はい、で歌詞を見て、あ、韻が揃ってるとか、もうそれで、はい、その頃からあ、すごいなって思っていながら、はい、この年にしてね、韻って、何が韻かなという意味で、はい、まあ、質問したんですけども、やっぱり言葉の流れや美しさか、はい、多分その音楽みたいな、歌詞っていうよりかそういうビートみたいな意味、うん、ビートが揃わなかったら、はい、気持ち悪いでしょと、お声と一緒や、多分そういう感じなのかもしれないです。すごい今、勉強になりましたねちょっとそれっぽいことそれやね、多分、はい、そういう美しさっていうのが、例えばトーナリティって、まあ、調整あるでしょ、C の曲やったら、C から外れたら気持ち悪いよとか、はい、それであえて外す人もいてんねんけど、はい、ということはあえて韻を外すラップっていうのも出てきたら、はい、美しさ、まあ、かっこよさを追求した上でのアウト韻や、アウトラップやわあ、かっこよさそうですね。いや、それ成功するかどうかわからない、はい、ボンボンでジャズでも、はい、アウトスケールいかなかったらいいのになっていうアドリブもありますからね。俺がX で、つぶやいたように、はい、その、はい、ボサノバ好きなんですよ、はい、映画音楽とか、はい、なぜ好きかというと、映画音楽やボサノバってアウトしないんですよ。へえ。もう超トーナリティのままでしょ、ドレミアソラシドで歌って、はい、そこから外れた音を使わないですよ。ブルーノート使わないでしょ。ああ、なんか言われてみれば、そうなのかもしれないです。そう、綺麗なバイオリンがね、はい、オーケストラが鳴っている時に急にブルーノートやったらブルーノート使ったって分かるんですよ、やっぱりそれぐらいね、ブルーノートっていうのは異色ですよ。ただ、まあ、ブルーノートがアウトしてるか言ったら、厳密にいや違うとかなんか、いや、もう賛否両論でいろいろ、そういう意味でボサノバとあれはずっとね、外れないんで好きなんですが、外れていくと、まあ、ジャージーな感じとかね、そういうラップのジャズあっても面白いかなもんね。どんな感じになるんですかね。どんななね、ただ韻を踏まないだけ言って、はい、それおっさんが喋ってるだけラップであんまり音程を意識したラップはあんまり意識しないですよね、ラップ聞くときに音程って。叩き売りとかそんなの聞いたことある？何ですか？バナナの叩き売りとか知らないですとかね、ちょっと検索したらいいですよ。一定のリズムでね、はい、売り文句があるんですよ、それをラップのように語るんですよぺんね、はい、チャルメロってあるでしょ、ラーメンの、はい、パララーララ、うん、パラララララってね、はい、それでね実家の時にね、はい、パララララパララルレイラルラルレってアドリブしたやつあるんですよ。俺ね夜中で聞いてね、俺笑ってねこれ本当の話あ、多分若いやつやと一気にチンドン屋っていう言葉を使いますと。チンドン屋、チンドン屋って知ってる？知らないです。ああそう、はい、それも検索してください、はい、今若い子らが派手な和服とか着てね、はい、ジャズミュージシャンが、うん、やってたりするんですよ。若い子らが服装ってこと？服装なんかね、その宣伝ですから、街の商店街の宣伝で、はい、パラララパララでね、じゃああれがね、はい、バイトと思って聞いたら、はい、やってる何人か、うん、3人ぐらいしてますね、うん、言ったら好きでやってると、それを聞いた時はあ、そういう感性ってあんねんな。今ね最近はねブームが去ったんで、はい、見かけない、はい、あんま見たことないです、うん、十数年前はね、はい、15、16年前かね、うん、うちの近くでも流行ったんで若い子らがやってた、で今はもう多分それをね、依頼されるところがないねやろね。まあそういう意味で、ね、話飛んだな今回も、もうちょい喋ろうか埼玉よりもボンボンや、はい、ねえ、ボンボンはねまたあかねちゃんも入れて、ネタツボ取ってみたいと思いますけども、はい、一応何日ですか？次は7月の3日に大塚ディーパの方でライブがあります、もう一月後ぐらいですね、はい、うん、ちょっと久々のライブなので、うん、はい、久々のライブ、はい、忘れてたりするんですよねいやもう気合入ってますよ。あ、すごいすごい、はい、最近俺がよく話の話題にするのは、はい、譜面台の話をするんですよ。でキリシボンボン当然覚えてるでしょ、はい、サポーター入れたりした場合は、はい、サポーターの人は譜面見ると思うんですよ、はい、という譜面見る見ないっていうのが、うん、どれだけお客さんにね、聞いてくれて見てくれてる人に訴え方が変わるのかいうのがね最近の分析課題なんですよ。確かに、でもそれはちょっと考えたことはあります、はい、基本絶対覚えるでしょ、はい、ね、でそれがね、見ててもかっこいいですよ、まあその辺がその今後曲を増やしても全部覚えなダメやけど、まあ、自分で作ってるからね。そうですね。ね、ということで、はい、終わっときますか、はいリリアちゃんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。